今年すごくクマがね里に降りてきて、まあ人的被害もあるし作物の被害とかいろいろあるよね。もうニュースでも毎日のように言ってるよね、クマのニュースね。でそれを捕獲して、まあ、殺処分っていうことになってくると、どこからともなく、かわいそうだからやめてくれと、で電話口で号泣したっていうニュースも今日見たんだけれども、うん、ネットでね。なんだけど、うん、まあ、気持ちはわかるのさ、かわいそうだっていうのはね。だけどもそこで住む人たちからすると死活問題なわけさ、ね、で俺も昔トウモロコシ、ね、試しに、ね、その次の年うまくいったら次の年本格的にトウモロコシ生産しようかなと思った時があって200本植えたのね。200本、ですごく無肥料無農薬でねうまく育って、ね、化学肥料と農薬を使わないで、うまくいってこれだったらいいのができるんじゃないかな、来年から頑張ろうかなと思ってね、色がつく黄色くなるちょっと前にクマに全部食べられてショック受けて、まあショック受けだけども、まあその畑があった場所がクマの生息地なんだからまあしゃあねえよなと、でクマに食べられないものにしましょうってやめたんだけれどもね、うん、で、まあ、そういうふうな被害味わった人、まあ隣の畑もね元大きくトウモロコシやったんだけども伝作もやったんだけどもやられて諦めて耕してたっていうのもあって、それを見てきたものとして、で熊の強さ恐怖というか怖さを分かってるものとして言えば、安易にせその殺処分するなっていうふうに言えない、やっぱり、うん、だからちょっとその電話をする人たちは現状分かってないなと、そこに住んでる住民の怖さとか、農業をやってる畑をやってる産業をやってる人の苦労を配慮してない、自分の感情だけで話してるなっていうふうには思うのね。ただね、クマの視点に立つことは大事だなと。で、クマ、今回俺ね、ほら、ちょっと喋ったんだけれども、クマの住んでるところで畑をやってて、そこでクマが好きなものを植えたんだから仕方ないよねっていうことさ。だから、クマが住んでるところに俺が畑をやりに行ってるんだからさ。そこはもともと熊のね、例えばどんぐりでもブナでも実がついて、それで熊が食べれたのに、そこを切り開いて林じゃなくしたのは、まあ俺じゃないんだけども、俺もそこでやってるから一員として俺ら人間なわけだね。熊からすれば食うものがね、そこに育つはずだったのに、住む場所があるはずだったのに、それを壊したのは人間だと、熊から見ればね。でプラス、まあ、八甲田さんの中でこの間見てきて、まあ、前の動画にもちょっと喋ってるんだけれども、風車があるのね、風力発電の。でこれ畑以上に切り開いてました。木が全然なくて、まあ、管理しやすくなるからね、木あると管理できないし車両も近づけないから切るんだけども、で風車あっちにもこっちにもってものすごい面積で切ってるわけさ。でそれも食べ物が、熊にすれば食べ物ができなくなるし、住む場所も奪われる、隠れ家も奪われるっていう形で、全国的にソーラーパネルも今すんごい増えたよね。青森の中でもすごく増えて、木を切ってさパネル立てて、まあ、儲かるのかな、補助金も出るのかな、うん、いろいろあるけれども、それだって熊の住む場所、熊だけじゃないよね、本当にいろんな野生動物、まあ、熊をはじめとするいろんな野生生物の住みかと食べ物を奪ってると、ね、だから熊の視点から立つと、だってお前ら人間が畑を作ったり風力発電作ったりソーラーパネル作ったりいろいろやって、俺らの住むところ食べ物を減らしてるじゃん、二酸化炭素いっぱい出して異常気象にして不作になってるじゃん、それもあるじゃんってね。で、まあ、異常気象の話をすれば二酸化炭素じゃなくてハープだかなんだかの気象兵器でやってるっていう話もあるけれども、それは俺確認できないから、とりあえずはそういう話があるっていうのは把握はしてるけれども、前提として話の前提とはしないと。で今温暖化に向かっているんだと、地球自体がね、だから暖かくなって当然なんだとは言うけど、産業革命以降の温度の上がり方と二酸化炭素の量はやっぱ比例してるっていうから、やはりそういう人間の経済活動によるものじゃないかなっていう立場に立って話はしてるから、ね、異常気象に関してはそれも人間によるものだと、地球によるものではないと、平均によるものではなくて人間の経済活動による結果として異常気象が起きている、それで猛暑になって、実がつかなくて、不作でクマが食べるものなくて降りてきてるって考えると、クマって何も悪いことしてないんだよね。人間じゃん、異常気象の原因も人間だと、まあそういう前提で今喋ってるけれども、で、畑を
ね、俺が畑をやるのに切り開いた、風力発電をやるのに切り開いた、ソーラーパネルやるために切り開いたとか、大体そういう人間によるものじゃん、ね、で仕方なく里に降りてきて、本当は人間怖いんだよ。立ってればさ、俺180センチ、立てば180センチあるじゃん。クマはでっきいやつ、まあ、立てば180から190だからなるらしいんだけれども、四つん這いじゃん。だから、クマの視点からすると、俺ら人間の方がでかい、何こいつは強そう、怖いって思ってるらしいのね。まあ、一発やってしまえば、俺らの方が弱いからバレてしまって、あいつらちょろいじゃんってね、なるらしいんだけれども、まあ、怖い思いをして降りてきて、しかもなんか、ね、ドルーンってエンジンかけてさ、すごいスピードで走るじゃん、車とか。とかね、チェーンソーの音とか。ね、いろいろそういうのがあるんだけれども、それも怖いじゃん。人間怖いのよ。それも仕方なく降りてきてるという状況だと思うんだよ、熊からすればね。本当は降りたくないんだよ、と。人間とかに近づきたくないんだけれども、お前ら人間が食い物を減らしてるじゃん、というふうに思ってるかもしれない。まあ、思ってるって、そういう思考能力があるかどうかは、わからないけれども、熊からすれば、まあ、そういうふうな立場もあると思うんだ。で、あるなら、ある意味その熊がかわいそうっていうのも一理あるよねって。熊が山の中で完結できない、生活を完結できない状況を作ったのは人間で、それを、で仕方なく怖い思いして降りてきてるのを捕まえて殺される熊にしたら、まあたまったもんじゃねえよなって思うところもあるのね。だから、まあ、結局まとめて言うと、ただただ感情でかわいそうだって言って電話するんじゃなくて、この原因って人間にあるんじゃないのかなっていうのを定義すればいいと思うのさ。そのただ感情でかわいそうだって、ふーってさ、泣いてねって号泣するんじゃなくて、こういう今喋ったみたいに山を切り開いて畑作ったでしょ、風力やったでしょ、ソーラーパネルやったでしょってね。で、熊は本当は降りてきたくない、怖いはずなんだよって、それをしなきゃいけない状況を作ったの人間じゃないのかなって。それだったらちょっと待ってと。ね、まあ今は殺処分するのは仕方ないかもしれない。それは私は涙も飲んで、受け入れると。わかったと。だけども、そういう根本的なところを改善するような考えをね、あの行政としても、民間に働きかけて安易に山の中に、発電所を建てない、これ以上山を切り開かないっていう方向でやれないものかっていう風な苦情を言えば俺はいいんじゃないかなって思ったりするね。だけどまあ人間の方でね、まあ、確かに勝手に山自然壊して、いや熊が被害被って怖い思いして降りてきて、勝手に人間が被害を遭ってる状態で捕まえて殺すと、そういう状況を作ってる人間もなんかちょっとおかしいなっては思うから、やはりこれ以上は山はもう壊さないようにしなきゃいけないと思いますし、うん、まあでも補助金出るからやりたいんだろうなって、多分ね、再エネ賦課金だったっけ、よくわかんないんだけど、そこちょっと勉強不足だけれども、いろいろあるんだと思うんだ。何かしら儲かるか何かしらがあるんだと思うんだよね。だそこをやはり、人間主体、金主体っていう風な考え方じゃなくて、やはりそのしわ寄せがどこに行くのかまで考えて経済活動をするような、でするそれをできるような会社に税金を出してほしいな。一部の人のために、一部の政党のためになる、お金になるようなことを使い方じゃなくて、そういう、なんだろうね、こうそこに住む人たちが幸せになるような使い方をしてほしいなっていうのを熊のニュースで思ったのね。ただただ感情でかわいそうだから殺処分するな、じゃなくて、そこまでいけたら立派な苦情になると思うんだよね。感情論だけの苦情じゃなくて。うん。そういう話を行政も会社も聞いて、聞かれる前にちょっと考えろよとは思うけどもね。っていうのを、まあ俺はこの YouTube でちょっと動画で話して、まあ俺の考えっていうかね、熊だって降りてきたくないはずだし、熊が降りてこらざるを得ない原因を作ったのは俺は人間じゃないかなって、その一人が俺だなって思ってるから、だけども熊から身を守らなきゃいけないから、そこに住む人たちの人の安全を考えれば、まあ、殺処分も必要だろうと思うし、だけれども原因はどこにあるのかも考えなきゃいけないと。北から殺す。で、山を切り開く。で、稼ぐ。また北。殺処分の繰り返しじゃいつまでも変わらないと思うから、
やはりそこを考えなきゃいけないんだろうなと。で、そういうのを聞く姿勢をやはり行政も会社も、でそういうのを考える自分の問題だな、遠くの対岸の火事じゃないなって思うのも自分たちも大事だなと思って動画にしました。皆さんはクマね、どう思うのかなっていうのを俺に教えてもらえればいいなと思うんで、何かあればコメント欄で書いてもらえればなと思います。